セコヤデンドローンの木流血樹 EN、ゼデディアスミスレッドウッズステートパーク内にあるセコヤの巨木の根元木とは、木、木や樹というのは古代から用いられてきた古称、概念である。現代では、木は高木と低木の総称であるとも、木は、お、木、木といって立木を指していることもある。また、木、木といって特に高木を指す場合もある。 現代の植物学では、木元植物という用語で呼んでおり、これは草と対比する語である。高さは、高いものでは例えばオーストラリアのユーカリの一種や、北米のセコや青杉のように130メートルほどに達するものがあり、小さいものでは復帰草や、ヤブコウジのような例がある。高木が集まり、森林を作る高木が集まってできた、植物社会が森林であり、 地球の陸地のほぼ半分は森林で占められているものの、近年は伐採が進行中である。樹木が高い密度で集まっているものを密林、まばらに生育しているものをソリンと呼ぶが、基本的に樹木の生育できる気候において、自然状態で全く樹木が生育しないということは珍しく、何らかの形で樹木は生育している。ただし気候が限界を超えて寒冷であったり、 乾燥している場合、樹木は生育しない。欠片の気候区分においては乾燥しすぎて樹木が生育しない地帯を乾燥帯寒冷すぎて樹木が生育しない地帯を寒帯と呼び、樹木の生育する3気候と区別する。ただし、これはあくまでも、高雨量と気温による区分であり、乾燥帯においては、外来河川やオアシスなど、高雨によらず、水分を得ることのできる地点においては、 樹木は生育している。また、稀に樹木が発芽し十分に発育して、地下の妙に根を到達させた後に、周囲の気候が乾燥した場合、本来全く樹木が生育できる条件がないのも、かかわらず樹木が存在することとなる。こうした例で最も著名なものの一つに、アフリカのテネレ砂漠に存在したテネレの木がある。この木は、地球上で、 最も孤立したところに立っていた木として知られ、最も近い別の木から少なくとも2 0 0トルは離れたところに立っていた。木は古来人間の生活、文化と密接な関係があり、洋の東西を問わず、祭祀に何らかの関わりを持っている。大多数の専門家が同意するような明瞭な植物学的な定義は提唱されていない。 例えば岩波生物学辞典の木本の項では、茎及び根において、肥大成長により多量の木部を形成し、その細胞壁の多くが木化して強固になっている植物、そ本と対するとしている。ただし、この定義に厳密に従えば木かどうか迷うパパイヤなどはもちろん、ナス、菊など一般には草として扱われる多くの植物が木になってしまう。しかも、これらも種に、 固有の性質ではない。ナスか、菊か、豆か、油中かなどには、通常は草として生育しているが、条件が揃えば枯れることなく、連続的に成長し、軸を肥大、木化させる種もたくさんある。例えば、ナスや唐辛子は、温帯では草であるが、熱帯、亜熱帯では、明瞭に寒木に分類される性質を示す。一般的には、 喧嘩植物の総使用植物で木本化するものは樹皮の裏側にある形成層のみが生きており、それの成長に基づき二次成長し肥大するのが木本とされるが、単子葉植物の場合は成長組織が幹内に拡散しているので、二次成長があっても樹皮の裏側だけが成長しているわけではない。例えば、ドラセナの一種の流血樹などは推定3000年の古木があるが、 単子葉植物なので、四季のある場所で育てても年輪はできない。また、草子葉植物のバオバブは、気温が常に暖かい場所に自生するが、雨季と寒季の成長差で年輪ができる報告がある。一方で明瞭なくの被害が認められない、妄想地区、ココヤシなどは、その地上部は強固かつ10メートルを超える、高木になるが、木には分類されない。葉が合わさってできた二世系が、 幹の代わりになり、竹が高くなるバナナや、根が茎を補強することにより高くなるヘゴなども10メートル近くの大木になり、成長に従って幹が太くなるが、これらは木には分類されない。造園会樹木学上では特殊樹として扱われている。他によくされる議論としては以下のようなものがある。年輪ができる植物を木、できない植物を草類と定義する。ところが、 パパイヤの木には年輪ができないので草に分類される。ただし年輪は季節による寒暖の変化や乾燥、湿潤の変化により組織の成長スピードが変化した結果生じるから明らかに木であっても連続的に成長する条件では年輪はできないか非常に不明瞭なものとなる。さらに別の見解として木とは非常に厚くなった細胞質を持つ。 死んだ細胞により生体が支持されている植物であるとするものがある。細胞が非常に厚い細胞壁を発達させ、死んで生体の支持に使われるようになることを目下、あるいは木質化という。具体的に言うと、いわゆる木材は主として導管から成り立っているが、この導管は細胞壁が厚くなって、最後には細胞そのものは死んで残った細胞壁が パイプの形で水を汲み上げる仕事を続けるものである。そのような部分を持つ植物が樹木だ、という判断である。上述の竹やココヤシなどは、これによれば、木とみなされる。しかし、現実には、ほとんどの遺憾束植物で、銅管や仮銅管の細胞壁は虹壁により肥大するため、何をもって、非常に厚い細胞壁とするかは、完全に c となり、 厳密に適用すればほぼすべてが木に分類されてしまう。上田光一郎兄弟名誉教授は、竹は木のようで木でなく、草のようで草でなく、竹は竹だ。と力説していた。つまり、この発言も示すように専門家でも遺憾束植物を木か草木に,に分類するような定義は策定、同意しかねるものである。木は陸上植物のみに見られる植物の形である。 水中の植物にも昆布のように大きくなるものはあるが、それらは柔軟で細長い構造をしており、幹のような構造を持たない。これは水中では体を支える必要がないこと、逆に陸上ではそれを支える仕組みなしには生存できないことによる。陸上生活を行うために植物は空気中で広げられる葉やそれを支える茎、それに体を固定し保持し、 水を吸い上げる根を発達させた。そのことで体を空中に突き出すことができるようになったことが、今度は他者より高い位置に出てその上に葉を広げる競争を生み出したのであろう。そして、これを大規模に行うための適用が木質化や肥大成長であり、それを支える根もさらに発達し、そのような構造を獲得することで、植物は地上で最も背の高い生物となり得た。 また、放子による繁殖から種子の形成に至る生殖方法の進化は自由な水に依存しない生殖を確保する方向の進化と言われるが同時にそのような構造が地表をはるかに離れた枝先に形成されるようになったことの影響も考えられる。樹木はそれが可能な条件下ではほとんどの陸上環境においてその地で最も大きくなる植物である。 樹木が生育すれば、それによって地面は覆われ、その下は、それがない場合とははるかに異なった環境となる。これによって形成される相関、あるいはそこに見られる、生物群集を森林という。したがって、樹木の生育は、ある面でその地域の生物環境の重要な特徴を形成する。気候や生態系をそこに成立する森林の方で分けるのは、そのためである。 また、樹木は、その体を支持するために太くて、硬い幹を持つ。この部分は、その群衆、あるいは生態系における、生物量の大きな部分を占める。つまり、木は生産物を多量に蓄え、保持するという点で、極めて得意な生産者である。その資源の大部分は、セルロースとリグニンという、いずれも、分解の困難な物質であり、しかも頑丈で緻密な構造を作るため、 これをこなせる生物は少ない。菌種を伸ばし、その表面で消化吸収を行うという生活の型を持つ菌類は、この資源を利用して進化してきたという面がある。それを含めて、この資源をめぐっては、分解者と呼ばれるような、独特の生物の関わりが見られる。そこに生息する動物にも、白アリやキクイムシなど、菌類や原生生物との共生関係を持つものがある。 樹木を下から見た様子多方、太くて高く伸びる茎や細かく分かれた枝葉は他の生物にとっては複雑で多様な構造を提供するものであり、生物多様性の維持に大きな意味を持つ。また森林において生産層は樹木の上部に集中する。しかし、それら地上に離れ離れに存在する幹から伸びたものである。したがって、 ここを生息の場とする場合、場所を変えようとすれば、飛ばない限りは一旦地上に降りなければならない。これは大変なエネルギーロスである。動物の飛行や滑空の能力の発達は、ここに関わる場合も多いと考えられる。樹木になる植物は、シダ植物と種子植物のみである。苔植物には樹木はない。シダ植物には、古生代には輪木など、 多数の樹木が存在したが、それらの子孫はごく小型の双本として生活している。現在のシダ類で大型になるのは、ヘゴなど、いわゆる木製シダである。ただし、その茎は肥大成長を行うことがなく、株は表面を覆うねに支えられている。ラシ植物の祖先とされるシダ種植物も大型で、ラシ植物のほとんどが木本である。中生代の地上を覆ったのは、 ラッシュ植物の森林であった。それ以降は、その後に出現した皮脂植物に多くの場所で取って代わられ、ラッシュ植物は寒冷地などにその勢力の多くを保持している。皮脂植物は木元のものも総本のものもあるが、どうやら総本の性質は木元から二次的に出現したと考えられている。特に総子用植物に木元のものが多い。 非常に多くの群があるが、森林の形成から見ると、ブナカ植物が重要である。単子葉植物は大部分が総本である。樹木的外見を持つものはあるが、多くは普通の意味での肝とはなく、いずれも特殊な構造をしている。バナナは、茎ではなく偽形で、幼少が重なり合ったものである。イネカの竹は、総本のままであるが、木質化が強く、 木もと草どちらとも取れる。ヤシカ、タコの木科などはより木本であるが二次成長のための構造がないため茎は太っていかない。千年木などは特殊なイカンタバ系成層を発達させ肥大成長をするため木もとと言っていい。樹木はその性質によって様々に分類される。葉の形状によっても樹木は葉の細い針葉樹と葉の 広い大きく紅葉樹とに大きく二分される。紅葉樹は温暖な熱帯から温帯にかけて広がり、火力樹林、紅葉樹林、昭葉樹林などの樹林を形成する。新葉樹は寒冷な地域に適応した樹種であり、温帯北部から冷帯にかけて広大な新葉樹林を形成する。落葉の有無については、一年中葉をつけている、常緑樹と季節により葉を全て落とす。 落葉樹とに対別される。落葉樹は1年ごとにすべて葉を落とすが、上緑樹の葉も生え変わらないわけではなく、おおよそ3年から5年で古い葉を落とす。上緑樹はさらに、広い葉を持つ上緑紅葉樹と、細い葉を持つ上緑針葉樹に分かれる。落葉樹も、同様に、温帯に分布する落葉紅葉樹と、冷帯北部に分布する落葉針葉樹に対別される。 樹木の常緑と落葉は、その地域の気候条件によって左右される。植物の生育に特に不利な期間がない場合、葉を落とす必要がないため常緑となる。熱帯雨林が常緑樹によって構成されるのは、このためである。温帯のうちでもそれほど強い乾燥や寒気にさらされない場合は、乾燥に適応した広葉樹や寒気に適応した小葉樹などのように、 ある程度抵抗力を備えた常緑の葉を茂らせている場合が多い。しかし、温帯のうちでも強い寒気や寒冷な冬など、葉をつけたままでは不利になる期間の多い地域においては、落葉樹が優勢となる。しかし、冷帯に入ると、1年で葉を落として、再び茂らせるだけの余裕がなく光合成ができるようになった場合にはすぐに、それを開始しなければならないため、樹木は再び常緑となる。 しかし、霊体でも寒帯にほど近い地域になると、冬の寒気があまりにも厳しすぎるため葉を落とさざるを得なくなり、落葉針葉樹が生育するようになる。一位の幹の断面。外側の色が薄い部分が偏在、内側の色が濃い部分が新材である木の基本的な構造は草とそれほど変わるものではない。すなわち光合成を行い糖を生産する葉と地中深くに伸びて、 養分と水を吸収する根、そしてその二つをつなぎ養分や水を送る構造を持つ、固い幹を持ち、そこから幾本もの枝を伸ばす。幹は木質化し、次第に太く成長する。幹の最も外側には、外樹皮があり、これが木の表面を覆っている。そのすぐ内側にある内樹皮は、部とも呼ばれ、葉で生産された養分を根や木全体へと運んでいる。 その内側には形成層が存在し、ここで行われる細胞分裂によって木は年々太くなっていく。形成層の内側は木部となり、基本的には死んだ細胞によって構成されるが一部、生きた細胞も存在する。木部は外側の偏在と内側の新材とに対別され、偏在部分において根から吸収された水分を木全体へと輸送している。 ただしこの輸送は、偏在全体で行われるのではなく、そのほとんどが最も外側の偏在の部分によって行われる。また、年輪において、色の薄く幅広い部分は、惣菜と呼ばれ、夏季に成長した部分、色が濃く狭い部分は、万歳と呼ばれ、冬季に成長した部分である。惣菜の部分は主に水を通し、万歳の部分は、 通水よりも気全体の強度の増進に役立っている。偏在はやがて内側から徐々に、新材へと変化していく。新材部分において、通水は行われず、気全体を支える役割を果たすことになる。枝の先には芽をつけ、花を咲かせ、主に種子を持って繁殖する。土壌では、樹木に限らず多くの植物の根が、新菌の菌糸と接続している。木は、 新菌からリンなどのミネラルを獲得し、一方新菌は木から光合成の炭水化物生成物を得る。菌種は異なる樹木を結ぶことができ、ネットワークが形成され、ある場所から別の場所へ栄養素及びシグナルを伝達する。詳細は EN、セイクリットグローブ及び EN、ツリーズインミソロジーを参照儀は古代から豊穣なイメージを提供している主題であり、 現代でもそうあり続けている。特に大きな樹木を神聖視して、神木として祭りあがめることを巨木信仰という。世界樹のように天に届く木や世界を支える木に関する神話伝説があちこちに見られる。単独の樹木ではなく、森林、あるいはそれを奥山を信仰の対象とする場合もある。木は自然の事物のうちで最も豊富にして、 広範囲にわたる象徴を持つ主題の一つだ、と、飯島、浜屋らは指摘している。人類のあらゆる時代、地方の文化で、木は主題として現れるが、それを大まかに要約すると、中心軸、生命と法上、元祖のイメージに対別することも可能であると、飯島らは指摘した。分類の仕方は他にもいくつもあるが、ここでは便宜的にそれを採用して、 説明を進めてみる。中心軸樹木は多くの民族の文化において地と天空をつなぐ宇宙軸、世界軸と考えられた。ミルチアエリアーではこれを中心のシンボリズムと定義した。こうした宇宙軸の観念は紀元前4000から3000年頃にはすでにあり、樹木に限らず柱、棒、 塔、山などは、皆同様のシンボリズムを共有していたのである。樹木というのもねが、地下に張り枝は天空に伸びるためにそのシンボリズムを共有していたのである。ユグドラシル代表的なものとして扱われているものに、ガリアのケルト人は、多くゲルマン人は、ボダイジュ、イスラム教徒は、オリーブ、インド人は、バニアンと呼ばれる一軸、シベリアの原住民族はカラマツを、 それぞれ聖なる木として崇拝していた。これらの木は、世界の軸、つまり、天と地が結ばれる場で神聖の通り道とされたのである。生命力と豊上のシンボルカバラに記されている、生命の危機は、豊上な生命力、生産力の象徴となってきた。ペルシア神話、ゾロアスター教では、ガオケレナ、サーエナの木は、あらゆる種類の薬草の種子を持ち、食すと癒しが得られ、 その好みからは、不老不死の霊薬、ハオウマが作られる。インドでは、樹液は、地母神の父とされ、すべての木を流れ果実を実らせる、そうもあるいはアムリタである。古代西アジアでは、大地の女神、イシュタルの恋人は、植物神の木であり、イシュタルと木が、成婚を行うことによって、大地は、春の再生と冬の種子ごもりを繰り返す。聖書では、エデンの中心に、 生命の木と知恵の木が並んでいたが、これらはしばしば一本の木や並び立つ木として表現され、人間の生と死を象徴する。また、キリスト教では、十字架はしばしば永遠の生命を表す一本の木として表現されている。元祖のイメージ、イザヤ書の十一章に描かれる、エッサイの木は、ユダヤ人の歴史を象徴している。そしてこの、エッサイの木は、中世のキリスト教で、 数多く表現されたイメージであり、エッサイの腰から生えた木には、マリアとキリストが実っている。ここから、一人の男の体から育つ木のイメージによって、元祖や素形及び、そこから分岐、発展してゆく様を図示する伝統が生じた。現代の創造力への寄与2000年の博覧会での建築物議は、近現代でも人間の創造力を常にかき立ててきた。 シュルレアリストのマックス・ウェルンツとは森の連作を描いたが、これはロマン派と中世神秘主義を継承したもので、文明に侵されない人間精神の根源を象徴するという。ピエト・モンドリアンも木の連作により宇宙的シンボリズムを抽象化した。パウル・クレートはシリー・カンディンスキーは木を芸術的創造。大江健三郎は木を主題とする一連の作品の中で、 宇宙樹のシンボリズムに再び力を与えた。日本日本の神社には付随して、神域を取り囲むように樹木が残されていることが多く、これを神樹の森と呼ぶ。さらに巨木などをそのまま神体とし、神木として祀ることもある。日本語の植物名は、酒木、木、木の椿、息吹、水木、札木、青木、エゴノキ、マサキ、カキ、ウツニ、 柳、宿り木、杉、くぬぎなど木、または木で終わるものが少なくない。再び木材の良さが見直され始めた人類にとって木は最も身近にある存在の一つであり、木をそのままあるいは素材として有史以前から様々な用途に使用してきた。木の利用として最も一般的なものは木を切り倒して木材とすることである。 木材は建築材や家具、楽器やスポーツ用品、各種日用品など様々な道具の材料として利用される。材木の供給を求めての人工林も作られる。内装に木材を使用した家は、シックハウス症候群対策に再び見直され始めた。また、フィトンチッドと創称される木の発する香りは、リラックス効果が認められている。人工や、 白弾などの芳香を持つ木は、香木として古来より珍重され、これらの香を楽しむ行動と呼ばれる芸道も日本には存在する。中世に入り蒸留法が一般化すると、こうした香り成分を蒸留して、精油と呼ばれる芳香成分を抽出することが広く行われるようになり、食品や化粧品、薬、そしてアロマテラピーなどで盛んに使用されるようになった。また、 人類の歴史の初めから燃料としても利用されてきた。木をそのまま切った後乾燥させたものは焚き木と呼ばれ人類の最も基本的な燃料の一つとなった。さらにこの木を蒸し焼きにして炭化することで燃料としての有用性を高めたのが炭である。木炭は石炭が燃料の主役となるまで世界で広く使用され、現代においても一部で使用されることがある。 先進国においては、電気やガスが完全に燃料の主体となり、木を燃料とすることは特殊な状況を除きそれほど行われなくなっているが、こうしたインフラの整っていない発展途上国においては、木は未だに燃料の主役となっている。しかしこうした新炭用の木材仕様は途上国における森林破壊の主因の一つとなっている。また、先進国においても2000年代以降、 地球温暖化や原油価格の高騰などによって再生可能エネルギーが注目されるようになり、木もその一部として木質ペレットのように固形化したり、セルロースを分解してバイオマスエタノールの原料にするなどの方法で再び燃料としての注目度が高まっている。なお、木を直接燃やす他に、ハゼの木や白玉、漆の実からーを取って木牢とし、 ろうそくの原料とすることもかつては広く行われ、現代においても使用されることがある。樹皮もまた古来より様々な用途に用いられた。樹皮からは長い繊維が取れるため、お氷の樹皮から作られるアイヌ人のアットシやカジの木から作られる南太平洋のタッパのように樹皮から布や服を作ることも行われた。カジの木の樹皮は紙の原料として、 中国で使用され、日本においても火事の木の禁煙である構造が和紙の主原料として使用された。樹皮ではなく木全体の繊維を使用するようになったものの、木は未だに紙の主原料であることには、変わりなく木材の消費において大きな部分を占めている。木を基盤とした製材業、木材工業、製紙業はいずれも現代工業の中である程度の割合を占めている。また、 木を焼くと初期の化学工業に重要であった灰を生産することができ、これが近代化以前のヨーロッパにおいてガラス工業が森林に立地する理由となった。木はこの他にも加熱処理を行うことで様々な化学物質を生産することができる。この処理は木炭生産に付随して行うことができ、19世紀に至るまでは木炭生産の副産物として 作酸やメタノール、アセトン、テレピン油、クレオソート、ピッチなどが生産されていた。こうして、木材の利用から、初期の化学工業が成立したが、やがてコークス生産時に出るコールタールや石油に、原料の座を取って代わられることとなった。このほか、木を傷つけて、そこから流れ出す樹脂を使用することも広く、行われている。こうした、 利用のうち最も重要なものはゴムの採取であり、電気機械や輸送機械の発展に非常に重要な役割を果たした。合成ゴムが開発されると、天然ゴムの重要性は低下したが、現代においても採取は行われている。樹液の利用としては、漆の木から採取される漆は、塗料として漆器などに使用され、松屋に及び、それからできるテレピン油とロジンも、 各種用途に使用される。コルク菓子は樹皮をコルクとして使用する。詳細は薬草を参照蒸気のような素材としての利用のほか、木をそのまま食料源とすることも広く行われる。木質化している部分は人間の食料として使用することはできないが、若葉や果実、海計など様々な部分が人類の食料として使用されてきた。 中でも木の食料利用として最も重要なものは果実を果物として使用することである。果物が収穫できる木はしばしば田や畑のように一定の区画に一つの種を集めて栽培され、その区画は果樹園と呼ばれる。果物を収穫するためにうどうやリンゴ柑橘類など様々な果実が栽培されている。この他、アーモンドや ピスタチオなどのように種子をナッツとして食用とすることも行われる。ナッツにはアーモンドやクルミのように油脂を主成分とするものと、クリアトチのようにデンプンを主成分とするものがあり、特に後者は非農耕社会や山村においては主食として大きな役割を果たしてきた。直接食用のほか、アカシアなどの木は蜜チが集める蜂蜜の蜜源としても使用される。 砂糖カエデや砂糖ヤシのように樹液から砂糖やメープルシロップといった甘味料を採取できる木もある。正論日経の樹皮や胡椒の種子のように香辛料として使用される木もある。油ヤシの木からパーム油、ココヤシからココナッツオイルといった油脂を採取できる木もあれば、カカオやコーヒーの木といった嗜好品生産になくてはならない木もある。 2018年には木に酵素と酵母を加えて発酵させ、木の香りのある酒を作る技術が森林総合研究所で開発された。特殊な利用法として、佐ゴヤシの木からは木質化した樹幹に蓄えられている、殿粉を採取し主食とする。盆栽液滝は木陰を作り、日よけ、風よけとして利用できるほか、果実や葉、樹液や幹が食料となる種もあり、 人家周辺に木を植えることは世界に広く行われている。地域によってそのありさまは様々である。潤いと木陰を求めて樹木を栽培することもよく行われる。市街地の道路に沿って植栽されたものを街路樹、道路のほか、河川や丹に並んで生えているものは並木、庭の仕切りとするものを生けがき、家を覆うように作られるのが屋敷林といった風に様々な呼び名がある。 また、屋敷林とは別に、住居に付属する庭園に庭木を植栽し、美観を整えることは広く行われている。こうした用途に使用するための樹木の栽培は、園芸農業の重要な一部分を占めている。世界の各地には、開発や災害などから逃れ長い時間に生き延びた巨木や老木が多く存在しており、一部は保護対象や観光名所となっている。また、 近年地球温暖化の危険性が叫ばれる中で樹木の紅葉が注目されるようになってきている。樹木は光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し自身を成長させているため樹木を増やすことは温暖化対策として非常に有効なものの一つである。ただし成熟した樹木になると二酸化炭素の吸収量に対する呼吸量がだんだん多くなるため 二酸化炭素の吸収を維持するためには、定期的に森林の手入れをする必要があるとされている。ありがとうございます。